ロレックスのデートナーの白黒ですね。ロイヤルオーク黒のだったかな。デニムジャケットは D スクエア。あと最近結構ロエベ好きで、パーカーがロエベ、あとパンツがエッセンシャルだな。あとスニーカーはヴィトンのデニム生地のスニーカーです。あと時計はデニムの色に合わせて青黒の GMT マスター2ですね。FX で脱サラした僕のライフスタイルを発信することで、一人でも多くの方に自力で稼ぐことにリアリティを感じてもらえたらなって思ってます。それも僕が FX を始めた頃、どうもショーです。今回の動画では、今 YouTube の方で一週間コーデが流行ってるみたいなので、便乗して FX トレーダーの一週間コーデを紹介していきたいと思います。で、僕もサラリーマン辞めて3年くらい経つんですけど、やっぱサラリーマン辞めるとスーツや制服を着なくなるので、そこで服装がおろそかになりがちだけど、僕はそこを逆に楽しみたいなと思ってて、なんで、まあ、その日の気分だったり TPO に合わせていろいろ変えるようにしてます。じゃあ早速紹介していきます。で、まず下着なんですけど、上のシャツがユニクロのエアリズムのクルーネックのやつ、これを色違いで着回してます。で、パンツがこのカルバンクラインのパンツ、ほとんどこればっかりですね。ここにロゴが入ったタイプ、これを何着も持っててずっと着回してます。このロゴがかっこいいんで気に入ってます。じゃあ早速着替えていきます。一つ目がこれでセットアップなんですけど、僕月水金でジム行ってて、でジムって言っても大体 2,30 分プールで泳いで、でその後サウナ入って終わりなんですけど、大体ジム行くときはこんな感じでセットアップ着て通ってます。で、今日着てるのはグッチのセットアップなんですけど、これはお店で一目惚れしてすぐに買いました。靴はこれシンプルで結構気に入ってるんですけど、ドルガバのレザーのシューズですね。黒色のシューズをあんま持ってないんで、これ気に入って履いてます。で、次こんな感じです。普段近所にご飯食べに行ったりとか、そんな時はこんな感じの格好が多いですね。普通にデニム履いてパーカー着て、ちょっと寒かったらダウンとかダウンベストとか上着を羽織るような感じです。で、今着てるのは、上がこれレディースなんですけど、バーバリーのダウンベストと、あとパーカーもバーバリーのこれレディースのパーカー、これ両方確かレディースの M だったかな。ブランドもそうだけど、そのものによって全然サイズ感が違うんで、服はネットでは買わずになるべくショップで試着して買ってます。で、デニムがどこのブランドだろう、ちょっとわかんないですけど、あとスニーカーがこれグッチですね。なんかパッと見グッチってわかんないのが気に入ってます。で、これはもう3年前くらいから履いてて気に入ってたんで、同じのもう1足買って、今これ2足目です。で、腕時計もその日の服装とかで買えるようにしてて、今日つけてるのはロレックスのデートナーの白黒ですね。これシンプルで結構何にでも合うんで、レディースの M だけど結構大きいんですよね。次こんな感じです。まあ基本ラフな格好が好きで、スウェットとかパーカーとかばっかりなんですけど、こういうデニムジャケットが結構好きで、で、こういうデニムジャケット着たいときはパンツもデニムのやつを合わせるのあんま好きじゃないんで、こういうスウェット履いてます。で、今日着てるのはデニムジャケットは D スクエア、あと最近結構ロエベ好きで、パーカーがロエベ、あとパンツがエッセンシャルかな、あとスニーカーはヴィトンのデニム生地の
スニーカーです。あと時計はデニムの色に合わせて青黒の GMT マスター2ですね。これはサラリーマン辞めてすぐくらいに買った時計で一番思い入れがあります。次は全身グッチにしてみました。これ今年買ったやつなんですけど、このトレンチコートがめっちゃ気に入ってて、なんかすごく重厚感があって素材感も良くて気に入ってます。後ろのシルエットがやっぱトレンチコートかっこいいですよね。あとグッチのスウェット上下と、あとスニーカーもグッチのスニーカーです。このスニーカーは結構可愛くて気に入ってます。このトレンチコートがかっこよくて好きなんですけど、ただこういうコートの中にあんまりカチッとしたものを合わせるのが好きじゃなくて、なんでこういうの着るときは中はスウェットとか、あとパーカーにデニム履いたり、なんかそんな感じで合わせてます。もうスウェットもね、なんかあんまりグッチっぽくないのが好きで気に入ってます。あと時計もオーデマピゲの金無垢のやつ、ロイヤルオーク黒のだったかな。まあ、ただ今日のこの組み合わせで出かけたことないんで、ちょっと意見いただけたらなと思います。まあもう冬も終わりなんで、ちょっと出番はなくなるかな。あと2コーデやな。たまにこういった大人っぽい格好もします。ブランドはどこだったかな。上が竹尾吉で、下はちょっとブランドわかんないですけど安いやつです。で靴はディオールのニュースペーパーってやつですね。去年のモデルかな。で足細く見せたいときはこういう黒色のパンツとかで全身黒でまとめて、で上着だけちょっと落ち着いた色のものを組み合わせたりしてます。たまにはこういうのもありですよね。はい、最後スーツ着てみました。ぶっちゃけこれ着るのは息子の入学式以来ですね。まあ、基本打ち合わせとかもパーカーとかスウェットで行くんで、スーツは着ることないんですけど、でサラリーマン時代に結構スーツに憧れてて、ただ僕佐川急便の営業してたんで、普段仕事中スーツ着る機会ってほとんどなかったんですけど、当時はスーツ着ることにすごく憧れがあったんで、平日仕事が休みの日とかにスーツ着て自分の車でお客さんのところ営業回ったりとかはしてました。スーツはどこのスーツだろう。スーツは竹尾菊池ですね。スーツ着ないんでそんな高いのは持ってないんですけど、時計はこの雰囲気に合わせて GMT マスターのピンクゴールドの無垢のやつです。これね、色味がすごく綺麗で気に入ってるんですよ。普通のイエローゴールドと違うまた良さがあって、日本人の肌の色にすごく合うらしいです。このピンクゴールドは結構胸板があるんで、これスーツ着るとここパツパツになっちゃうんですけど、こんな感じかな。一応これで1、2、3、4、5、6、7、これで多分7着来たと思うんで、はい、こんな感じで僕の1週間コーデ紹介しました。で、僕のチャンネルでは FX の具体的なトレード手法以外にも、 FX で脱サラした僕のライフスタイルを発信することで、一人でも多くの方に自力で稼ぐことにリアリティを感じてもらえたらなって思ってます。それも僕が FX を始めた頃、 FX を学び出した頃、やっぱりこういった YouTube を見たりブログを見たりして勉強してたんですけど、 FX で稼げるリアリティを感じたいっていう思いがあったけど、なかなか具体的な手法とプライベートと両方発信している人っていうのはいなくて、だから僕が稼げるようになったら、当時の僕と同じ思いを胸にトレードや勉強に励んでいる人にそういった発信をしていきたいなと思って、今この YouTube の活動を行ってます。なので具体的なトレード手法のコンテンツに関する要望はもちろんなんですけど、プライベートでこういった動画が見たいっていうのがあれば遠慮なくコメントください。で、この動画が参考になったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価とチャンネル登録もしていただけると
嬉しいです。あと動画の概要欄にある LINE 公式に登録することで、こういったプライベートな動画もそうだけど、 FX で自力で稼ぐために必要な手法やマインドっていうのも段階的に学んでいただけるようになっているので、そういったライフスタイルを手に入れたいっていう方はぜひ登録して学んでみてください。じゃあ今日の動画は以上です。それでは。